はい、皆さんこんにちは。今回は羽田空港のアプローチ第3弾ということで、都心ルートのアプローチ RNP ランウェイ16レフトを解説していきたいと思います。前回まではランウェイ22や23のアプローチですね、こちらを紹介してきましたが、今回紹介する都心ルートですね、少し特徴のあるアプローチになっているので、その辺も詳しく話していきたいと思います。今回使用する機体の方はですね、ボーイング 787-8 ですね、こちらを使っていきたいと思います。機体のリバリーの方は ANA が初めて投入した787の初号機 JA801A ですね、こちらの方を使っていきたいと思います。また字幕の方も設定しているので、よかったら合わせてご覧ください。本動画はですね、一般人が作成したものになりますので、細かい点など、実際とは異なる部分もあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。はい、それでは本日も早速やっていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。はい、まず動画の前半ではですね、この都心ルートのアプローチについて話していきたいと思います。今回の都心ルート RNP ランウェイ16レフトですね、このアプローチは南風時の荒天時のアプローチになっています。さらにこのアプローチの時間はですね、決められていて、15時から19時の時間帯で運用されるアプローチになっています。今回のこのアプローチもですね、ランウェイ16レフトとライトですね、それぞれ並行して着陸するようになります。また天気が悪い日ですね、悪天候時には ILS アプローチにもなり、比べると RNP アプローチと ILS ではルートの方もですね、少し変わってきます。 RNP ランウェイ16レフトのルートはですね、北区を通り豊島区ですね、また新宿の上空でだいたい3000フィート、約900メートルちょっとですね、それから品川の上空を通り羽田空港に着陸していきます。このランウェイ16レフトにはですね、基本的には南側から来た航空機が降りるようになっています。また北側から来た航空機はですね、主に16ライトに着陸する形になっています。一般的に航空機が着陸する際は水平に対して3度の角度で着陸を行うんですが、この都心ルートは3度の角度ではなく 3.45 度の角度で着陸を行っています。通常の3度の角度よりですね、少し急な角度になるという形になっています。これに関しては都心部の上空を通ることから騒音軽減のために実施されています。ちなみに世界にはですね、この 3.45 度の急なアプローチよりですね、さらに急な高価格でアプローチする空港があります。イギリスのロンドンシティ空港というところで、この空港もですね、大都市のど真ん中にある空港で、羽田空港と同じく騒音の対策が取られているため、高価格の方が 5.5 度と設定されています。実際に飛べる機体も限られているようで、乗り入れている機体はボンバルディアであったりエンブラエルの小型機が多いということです。はい、それでは早速 RNP ランウェイ16レフトに向けて準備の方をしていきたいと思います。今回も巡航中に設定した項目ですね、そちらの方を紹介していき、千葉県上空、都内の方に入っていきたいと思います。まず CDU の方からスターの方ですね、入力していきます。デパーチャーアライバルページですね、ページの方がですね、かなりたくさんあるんで、これ後ろから行った方が、早いかもしれないんですが、今回大島リマアライバルですね、そちらを入力していきます。アプローチの方は現在のデータだと RNAV になっているんですが、今回の RNP、 こちら名前がちょっとね、もう変わったので、RNAV の16レフト SIM 内ではですね、こちらを選択していきたいと思います。トランジションですね、サンディを選択しておきます。エクスキュートをしてルートの方もですね、一度チェックしておきます。ナビゲーションディスプレイの方でも確認しておきましょう。プランモードにしてこちらも確認しておきます。前回 PMDG737 でボーイングで紹介はしたんですが、こういったセッティングはですね、機種によって少し異なる点もありますが、ボーイングの機体であれば基本的にはですね、同じようなセッティングになっています。これでルートの方の確認ができました。続いてセットアップしていきましょう。次はナブラジオのページですね。ここは737と比べると CDU からセッティングができるので、前回の動画でですね、ナブラジオのセッティングのところを見ていただいた方はですね、違いがわかると思います。この787はですね、近くの VOR が入るようになっているんですが、VOR のレフトの方ですね、こちらだけ羽田空港の VOR をセットしておきたいと思います。VOR の周波数ですね、入れてセットすることもできます。さらには羽田の VOR ですね、 HME を入力することでも反映されます。今回は ILS アプローチではないので、この部分はですね、空欄のままで大丈夫です。次にオートブレーキの方もセットしておきましょう。機体の重量であったり、路面のコンディション、また滑走路の長さですね、それによっても変わってきますが、今回はドライコンディションでランウェイ16レフトということで、滑走路の方も長いので、オートブレーキは2でセットしていきます。アビオニクスアップデートが来る前まではですね、オートブレーキの方は1でも非常に効きが良かったんですが、前回のアップデートにより忠実に再現されたので、オートブレーキの方も少し変更されました。次はミニマムのセッティングをしていきたいと思います。今回はバロで MDA ですね、ミニマムディセントアルティチュードというんですが、非精密進入のアプローチの際の最低高度になります。今回 MDA が640でセットしていきます。つまみを回してプライマリーフライトディスプレイのこちらにですね、640とセットしていきます。今回時間短縮ということで、スターの方はですね、大島付近から陸レアードディレクトシャフトでシャフトにですね直行するルートにしました。現在千葉県の上空に入ってきたところです。また高度のセッティングですね、ファイナルアプローチフィックスのラウダですね、3400フィートなので実際とは異なりますが、トップオブディセントの時点でもですね、3400フィートにセットしてもいいかもしれません。次にアプローチリファレンスページからですね、ファイナルアプローチスピードをセットしていきたいと思います。今回 VREF30 の140、こちらをですねスクラッチパッドにコピーして、こちらのフラップスピードと書かれたところにペーストしていきます。今回もウィンドコレクションはこのままプラス5ノットでいきたいと思います。ファイナルアプローチスピードですね、フラップが30でスピードが145で着陸する予定です。1万フィット以下になるのでランディングライトをオンにします。スピードの方を減速させていきましょう。787ではですね、スピードを調整するこのノブですね、この真ん中を押すとスピードをインターベーションすることができるので、この真ん中をプッシュします。フラップアップスピードまで巻いていきたいと思います。徐々にですね、東京都心の方も見えてきました。アプローチチャートのですね、イニシャルアプローチフィックス、最初のウェイポイントですね、3D の方はですね、4500フィートで通過し、マックス210ノットと書いてあるんで、210ノット以下で通過するようにします。3D の方もですね、あともうわずかなので、さらにですね、スピードの方を減速させていきます。スピードチェックフラップス1、はい、スピードはフラップス1スピードにセットしていきます。3D の方もですね、4500フィートで通過できそうです。スピードチェックフラップス5、先ほどと同様にですね、スピードの方もラプス5スピードにセットします。続いてインターミディエートフィックスのリセが近づいてきました。もうこの段階でアプローチボタンの方をプッシュしておきます。今回ですね、アプローチの方ボタンがちょっと点灯はしなかったんですが、フライトモードアナウンシエーターの方ではしっかりとアームドになっていました。この先もうそろそろですね、ファイナルアプローチフィックスラウダの近くでですね、ファイナルアプローチコースとグライドパスですね、こちらの方をキャプチャーすると思います。通常 ILS で着陸する場合はここがですね、ローカライザーとグライドスロープの表示になるんですが、 RNP アプローチではこの辺りがですね少し異なってきます。前方にはですね新宿のビル群が見えてきました。もうあと少しで羽田空港の方に着陸になります。また着陸する際はですね、騒音軽減運航方式というものがあり、ディレイドフラップ進入方式ですね、ギアを下げてフラップを下げる操作をなるべく遅くし、機体の空気抵抗を減らし、騒音の軽減も試されています。はい、ただいまですねファイナルアプローチコースの方をキャプチャーしました。これで横方向の動きはですね、チャートに記載がある158で羽田空港の滑走路に向かっていきます。はい、ちょうどですねグライドパスの方もキャプチャーしたので、ここから先ですね 3.45 度の高価格で高度の方を落としていきます。スピードチェックラップス15。またグライドパスキャプチャー後はですね、ミスドアプローチアルトの4000フィートをセットしておきましょう。もうそろそろですねギアの方も出していきます。ギアダウンフラップス20。また設置した時にですねスピードブレーキが展開するようにアームドポジションにセットしておきます。着陸に向けてまた少し解説になるんですが、今回の RNP は 3.45 度の高価格なんですが、16を使った ILS アプローチの際はですね 3.45 度ではなく通常の3度の高価格になっています。そのため現実の世界では16ライトとレフトのパピーはですね3.25 度と3度の2種類が設置されています。羽田空港の設定角 3.25 度のパピーはですね、進入角が 3.45 度の今回のような RNP の進入が実施されている場合にのみ点灯されるようになっているということです。今回このゲーム内ではですね羽田空港の改良のシナリオを入れているので 3.25 度のパピーが使用されるようになっています。ということで、もういろいろ話していたらですね着陸の方が迫ってきました。あとはですねアビオニクスアップデートで進化したこの787の挙動ですね、そちらを攻略して着陸する流れになります。チェック。オートパイロットディスエンゲージ。ランディング。スピードブレーキアップ、リバースノーマル。16ノットマニュアルブレーキ、オートブレーキオフ。はい、ということで本日は羽田空港の都心ルートですね、 RNP ランウェイ16レフトについてご紹介してきました。この後はですね、リプレイを見ながらお別れしたいと思います。今後も様々な役立つ情報をアップしていきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。